オリボーシュルシアーニュは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。オリボーは、カンヌとグラースの中間にある11世紀に作られた、中世の村である。シアーニュ川を見下ろす、岩山の上に腰掛けるようにして集落が広がる。オリボーは、外部の侵略から村を守るように作られた、いわゆる、高のス村である。 人の定住を証明する最も古い痕跡はペグロの峰の上にあるオッピドゥムである。これは紀元前600年頃ケルトリグリア人によって築かれたものである。紀元前155年、ローマ軍はケルトリグリア人と戦ったが、ローマが勝利したのは紀元前14年のアウグストステの時代である。ローマはアウレリア街道、ユリアアウグスタ街道を使い、地中海沿いに 現在のアルプマリティーム県を移動して、アルルへ向かった。1158年の法令によって、ローマ教皇はオリボー及びペゴマ、ムアンの教会の領地と10分の一税の権利は、アンティーブ司教にあると確認した。1242年の文書で、オリボーの教会と城が示すように、当時のオリボーに村があったことを証明している。戦争や国士病の流行のため、 村は14世紀半ばには住民がまばらになっていた。レーモンド・チュレンヌによる略奪は1399年まで村を荒廃させることになった。1400年に書かれた文書ではオリボーの地が錆びれた様を伝えている。1497年6月5日の契約でグラース市教授アンドレグ・リマルディはオリボーの中の住宅を再建するためアルベンが及び ベンティミーリア市教区の住民たちを連れてきた。16世紀から現在の古い村が築かれた。村を取り巻く壁の外に築かれた教会の起源は17世紀に遡る。16世紀、シアーニュ川はオリボーとマンドリューラナプールをつなぐ水路であり貿易ルートとなっていた。1692年、オリボーの住民はアンティーブの防衛設備建設のための労働者。 派遣要求を拒否した。スペイン継承戦争中の1707年、オリボーはフランス軍及びオーストリアサルデーニャ連合軍に略奪された。1720年、マルセイユのペスト流行が広がり、オリボーの村は外部との往来を遮断し人々は閉じこもった。当時、壁の外で境界建設が進められていたが、薬病流行で空白の期間が生じた。 1765年のオリボー人口は560人であった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。